ふるさとシェア。さて続いてはふるさとシェアです。今日は田村市から県民リポーターはですね、歌うヒーローときわマンです。はい、生まれ育った常盤町をもっと好きになってもらいたいと2018年から歌うヒーローとして活動している常盤マン、今日は中継がつながっているんです。常盤マン、はい、田村市県民リポーターの常盤マンです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お聞きください。大声宮古で船切ってた綺麗に常盤で田村市、楽しいことがたくさんあるから遊びにおいでよ。そんな楽しいところが盛りだくさんの田村市の歌うヒーローとして紹介させていただきます、はい、さあということで今日は具体的には、どんな活動されてるんでしょうか。はい、県内各地のイベントやライブハウスなどでですね、この田村市、常盤町のいいところを歌にしてたくさんのところで歌わせていただいております。はい、そんな常盤マンに今日は伝えてもらいますけれども、はい、今日は何を伝えてくれますか。はい、そうですね、今日はね、あの船引町のお寿司屋さんですけどね、このお寿司屋さん、はい、びっくりするような人気メニューがありますんで、こちらの方を紹介させていただきたいと思っております。人気メニュー、はい、はい、ということでここでクイズいきましょうか、うんうん、はい、このお寿司店として珍しい人気メニューがあるんですが、それは何だと思いますか。 A 海鮮ピザ、 B マグロバーガー、 C 卵サンド、 D カツサンド。なすびさんの予想は、まあ珍しいってなると海鮮はまあ使ってそうかなと。そうですね、あえてあの卵焼きも美味しいじゃないですか、お寿司屋それを卵サンドにしてるっていうのはなんかちょっと珍しいかなと思うんですけどね。なすびさんね、 C 予想ですね、ということで、はい、正解はどれなんでしょうか。 VTR をご覧ください。本日紹介させていただきますのは磐越総線、JR 船引駅から徒歩5分、寿司どころやすけさんになります。寿司どころやすけの名の通り、海鮮丼やバラチラシなどが美味しいお店です。美味しそう、いいな。笑顔で優しいおかみさんと、一見怖思ってたけど料理の話になると饒舌になる素敵な大将が迎えてくれる、ほっとする家庭的な雰囲気のお店になります。さてこちらのやすけさん、海鮮系はもちろん美味しいのですが、本日紹介したいのはこちら、看板系かしら。そう、ヒレカツサンドになります。実は寿司どころやすけさん、とんかつもやってまして、これがまた海鮮系に負けず劣らずとても美味しいのです。これは分からない意外でしたね。はい、では早速いただいてみようと思います。もうね、開ける前から美味しいのは分かっているんですけどね、こうやって蓋を開ける瞬間がまた一つの楽しみですね。開けさせていただきます。とっても美味しそうです。ご覧ください、この食パンとヒレカツのコントラスト、最高ですね。ありますね。ではいただきます、口の中で何が起こっているか分かりますか。分からない。結婚式ですよ。食パンという名の新郎とヒレカツという名の新婦の織りなすマリアージュ、そしてそんな新郎新婦を結ぶ赤い糸は、そう、おかみさん特製のとんかつソース、はい、こちらのヒレカツサンド、もちろんお店でも買えますが、田村市で行われているマルシェなどにも出店しており、ゴールデンウィークには阿武隈堂にも出店予定となっております。田村市にお越しの際はぜひとも寿司どころやすけさんのヒレカツサンドご賞味ください。シェア。はい、ということで、まあ、寿司店で食べられるのはヒレカツサンドということでしたね。すいません、ちょっと予想が外れましたね。そうですね、ちょっと、ね、難しかったですけれども、ね、はい、ということで改めてクイズの答え見てみましょうか。はい、ということで、マグロバーガーが一番多かったですね。でも意外とカツサンドも、うん、そうですね、 29% の方が正解ですね、はい、ということでご回答ありがとうございました、うん、さてということで、はい、今日はですね、常盤マンにこのやすけさんから再び中継をしてもらいます、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、
そんなわけで寿司どころやすけさんから中継の方させていただいているわけなんですけど、こちら大将のおかみさんの方紹介させていただきます。コアモーテの大将のやすけ今野と申します。こちら、おかみの千尋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コアモーテじゃないですよね。スタジオの方にヒレカツサンド届いてますでしょうか。はい、はい、届いてますよ、はい、バッチリスタジオにもヒレカツサンド届いていますので、なすびさん、よろしいですか。じゃあちょっとせっかくなんでいただいてみたいと思います。いただきます。あ、ソースの香りがもうすごいいい香り。いただきます。すごい分厚い、うん、でも柔らかいカツが、はい、で、もうね、パンが新郎でカツがあの新婦でマリアージュしてます。あれなんかどこかで聞いたのか。マリアージュしてました。でもすごくね、はい、ソースの味が非常にまろやか、うん、うわこれは合いますね。美味しそうですね。なんだこれ、シャリに乗っけてもいけそうなカツを、なるほど、ご飯も合いそうと、うんうん、はい、いうことで、まあ、ただですね、あの我々疑問に思ったんですけれども、ご主人、あのなぜ寿司店でこのヒレカツサンドを出そうと思われたんでしょうか。なんででしょう。10年ぐらいあのとんかつ屋に勤めてましたんで、うん、それで、はい、とんかつを出すようにしたんです。うーん、いや美味しいね。なすびさん大絶賛でしたからね。いや本当にこれもう、はい、僕の希望でシャリに乗っけてカツ出すのはちょっと無理そうですかね。どうですか。いかがですか大将。いや、できないこともない。できないことはない。じゃあちょっと今後なんか考えていただいて、ね、もし完成した時にはまたご報告ください。わかりました。もうわかりました。検討していただけるとありがとうございます。すいません。はい、でそしてそうですね、そして時はまあのこのヒレカツサンドはあのイベントでも食べることができるんですよね。はい、そうです。各イベントの方に出店してまして、で今度はねゴールデンウィークにあぶくまの方でも出店なされるんですよね。はい、5月の3日、4日、5日の3日間出店します。来てください、はい、ぜひこれ食べていただきたいですね。ゴールデンウィーク中ぜひともあぶくま堂でこの美味しいヒレカツサンドをご賞味ください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあということでね、ゴールデンウィーク中も、うん、あのそうですね、はい、阿武隈堂の春祭りに3日間出店されるということで、うん、いやでもこのソースはね、はい、絶品、本当におかみさん特製のソース、うん、ぜひこのソースもね、うん、あの食べていただきたいです、ね、そしてなすびさんの提案がもしかしたら実現するかもしれない、うん、その際にはまた時山にね報告していただきましょうね。全ご主人こわもてじゃなかった、まあ、そうですね、優しい方でしたね。はい、ということで時山に今日は伝えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。